各国も天皇陛下の親臨を仰ぎ立てまつり、第85回帝国議会会員式は9月7日伊都厳島に執り行われました。かたじけなくも勝ちを決するのき、まさに今日にありとのご勅語を賜り、必勝の誓いも新たなる敵前議会はいよいよ深く論議を尽くし、もって平穏に応えたつまつらんことを期したのであります。当面の選挙区に即応する決戦視察の第一話、権威の高揚と必勝国家体制の確立であります。有用施策の第2は戦力の増強でありまして、特人戦力化しうる限りのあらゆる国力を傾倒して決戦戦力なかんずく航空戦力の急速なる増強に集中することであります。戦局の主導性を把握し、緊迫せる決戦を有利に展開するの戦略は実にここに奮するのでありまして、軍需生産に従事する同胞の発奮を要する今日より大なるはないのであります。すなわち諸施策の重点をここに置き、人も物も金も一切を挙げてこれが急速無限に努力いたしておるのでありまして、当面の決戦に有効に戦力化し得ざるがごとき諸施設、さらに産業活動はこれを停止して優先産業に指導することが絶対の要求なりとし、下半代すでに直着必要の措置を採用しております。第三の重点施策は食料増産および国民生活の安定であります。戦争遂行間国民生活の最低限度を保障いたすことの緊要なるは申すまでもないところであります。今日まで同胞が相当窮屈なる生活条件のもとに隊員よく戦闘目的遂行に精進してまいりましたことは、いかに健全なる我が国民性によるものでありまして、誠に感激に堪えないところであります。重要施策の第4は、労務と国民動員の問題についてであります。この重大事局に直面いたしまして、老若男女を問わず、国内に一人の有給者、一人の傍観者も存在することは許されません。一億が総員勝利への戦闘配置につき成功を傾けて事故に課せられたる使命に邁進することが、すなわち人事を尽くして信条を待つゆえんであります。次に法院度におきましては、現地軍政に対する協力また誠に見るべきものがあります。この実情に鑑みまして、帝国は東印度民族永遠の福祉を確保するため、将来その独立を認めんとするものなることをここに声明するものであります。日海軍は真に緊密なる共同のもと、現有勢力を徹底的に集結いたしまするとともに、
特に国民革命の滅裂なる武力の結成であります。航空機の活用により敵絶滅の好機あることを確信し、必勝の一途に邁進いたしておるのであります。次いで与内海上登壇、今後まさに打つべき必勝方策ある旨を鮮明。戦局いよいよ重大を加えの時、将いかがでも海軍大臣の重責を廃し、誠に教育感激に足りないところであります。本人外以降の戦局の外観は、それを率直に申しますれば、我は各方面とも局部的には非常なる戦果を上げてきたにもかかわらず、大局的には遺憾ながら不審の状況にありと申すべき。しかも今後は一層の難局を予期しねばならぬ状況にあると思います。新鋭航空機の急速充実を要求しあるゆえに、実にここにあるのであります。今や海軍航空部隊は連綿不断、昼夜を渡る敵撃戦に奮戦中であることはご承知の通りでありますが、昨今戦局の激化に伴い戦闘による航空機の消耗率は次第に大となり、また故障等も予想以上に多数に上っております。私は一億国民諸君のご協力により第一線部隊にその要望通りの航空機を送り、思う存分活躍を進みたい念願でいっぱいであります。東軍滅敵動くな扱い、全日本最後軍人が奮撃を新たにし、襲敵撃滅の誓いを立てんとする。非常事態に備えて立ち上がった帝国在郷軍人会は9月11日全国一斉に上天動員を行い、国土防衛隊を組織、常在戦場の緊急配備を完了した。この日東京でも未だ明けやらぬ午前4時半、それぞれその結成式を決行。滅敵五穀の誓いも固く、列々の闘魂を分裂に見せて国民総武装の先端を行く。関門海底トンネルは大戦下幾多の難関を突破し、6月30日第二トンネルもついに輝かしい進行を遂げました。不屈の闘魂をもってこの難工事を完遂した
運輸通信省下関地方施設部に対し、9月6日健康上授与式が行われ、小磯市長より星野施設部長に対し管理功労表彰令制定以来初めての団体表彰を行いました。作業の安全を神に祈り、黙々と立ち働くトンネル戦士が関門の海底に苦闘を続けること8か年。昭和11年10月、功を起こしてから日本技術の栄誉にかけて掘り進んだ血と犠牲の難工事ではあった。地盤に従って合法をことにし、あるいはここに見るごとく、およそ人体には耐え難いほどの高圧の空気を送ったその中で、シールド工法の掘削が進められた。しかし今やこの世界最長の海底トンネルも見事に完了。団体表彰の栄誉とともに、本州九州の間に鉄路は連なった。決戦段階の今日、このトンネルの果たす輸送力の増大は、けだし偉大なるものがあるであろう。